もこんにちは、花ちゃんです。さて今回は2週間の動画投稿も無事終わり、何か話そうかなとか考えていたら全然内容が出てこなくて残念な結末になっているんですが、そういえばこの前フォロワーさんかっこときわチャンネルさんにやってきました。初めてだったので少しそのお話でもしましょうか。まず自分はその時水道橋にいて、フォロワーさんは新宿にいたので自分は新宿に行くことにしたのですが、その時の経路がめちゃくちゃで、わざわざ中央各駅使えば一本で行けるところを自分は都営三田線で神保町まで行って、そこから都営新宿線に乗って急行で新宿まで行きました。その時の自分は多分鉄道に乗りたかったんでしょうが、フォロワーさんを待たせてまで行く必要はなかったと思いました。でまあ無事フォロワーさんには会えたので問題はなかったんですけどね。そこでいろいろ鉄道について話したいたら209系1000番台が来て、おおとなったわけです。おまけにその時は T24 編成も来ていて、おおとなりました。その後は軽く雑談して別れました。でその後は一度 JR 新宿駅を出て、そのまま適当に散策していると、そこには新宿3丁目の文字がありました。おおとなって自分は入ってみたら、見渡す限りの直線で草が生えました。でも時間があったので歩いてみることにしました。そしたら見事に新宿3丁目に着きました。新宿駅から徒歩1分のところにあった地下通路を通ると新宿3丁目まで軽々行けます。しかしここの通路は高架橋の下にあったので目立たないとは思います。なので頑張って探しましょう。それで丸の内線の新宿3丁目から家に帰りましたとさ、めでたしめでたし。いかがでしたでしょうか。今回は話すネタがなさすぎて、フォロワーさんに初めて会った時のことを話しました。あ、一応許可は取ってますのであしからず。それではまた次回お会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。